お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちら平均コストだと 1.4 のもう超高回転をねやろうと思います。昨日ね平均 7.5 かな、そうめっちゃ重いのやったから、あれ今日もしかしたらめっちゃ軽いのくんじゃねってね、まあ、勘のねいい人はね分かったかもしれないんですけど、というわけでまあ 1.4 でやっていくんですけど、コメント欄であったんですけど、ミラーを使えばさらに平均コストをね上げたり下げることができるらしいんですよ。なんでまあ、昨日のね 7.5 僕最大だと思ってたんですけど、多分それよりもうちょっと上がるのかな。で今回のこの、デッキも多分ミラー入れると鏡ですね、もう一個上がります。 1.3 になるんですよ。で 1.3 でやったんすけど、ほぼ勝ち目ないっす。マジで無理なんですよ。 1.3 無理なんですよ、許してください。というわけでちょっと甘えさせてください。今日 1.4 でやっていきます。勝てるとは言ってません。というわけでマジ一勝できたら、大喜びだと思ってください。いきます、よろしく。なんかね、まあ1コス5枚とミラーをもし入れた場合、枠が2枚しかないんですよ、フリー枠がね。でフリー枠が2枚ってなると、ですよ、まあ攻めでウォールブレイカー絶対いるんですよ、絶対いるんですよ、ないと勝てないんで。でじゃあ他もう1枚の枠になった時にコウモリとかでもいいんだけど、ウォールブレイカーコウモリ、コウモリミラーみたいな、ちょっと考えたんだけど、蓋とかがないとマジで止まんないんですよね。よいしょ、リセット系がないと、リセット系じゃねえわ、アイゴレとかの蓋とかがないと止まんないんで、いやえぐ、もう無理やんけ。いやーナイス、はい2発ねありました。もう絶望です、すでに絶望ですけど、まあなんとかしていきましょう。マジアイゴレ蓋がないと本当マザーネクとかビビとかにねボコボコにされちゃうんで、アイゴロを持ってきました。で対空用にね、まあ、ヤリゴブかコウモリかっていうところで、まあ、コウモリの方がね火力が高いんでね、そう高回転でいっぱい出してみたいなところでスターコウモリにしました。さあもう初っ端から1本もらえてちょっと萎えてるんですけど、私さあレッツゴー、もうね攻めるしかないんでね。でウィザードはマジで無理なんですけど、アイゴレがねマジこういうのにすげえ活躍してくれるんでね、よし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 。いや、なんなら結構いい。なんなら結構いい。まあ、ザップ打たれたら僕終わるんですよね。マジで。ザップ打たれたら終わっちゃうんで、ちょっと打たん。いや、オッケー。そこでスキル使ってくるのはありがたいと。で、ハイスピード削りながら、あとコウモリ5周ぐらい回してバルーン守りたいよね。ザップ打たれるんでね。つれえことに。まあ、ザップ禁止にしたいぐらいザップがね、いてんだ、これ。さあ、ウォールブレイカーちょっと攻めながら。いや、コウモリね。オッケーオッケー。いや、いいよ。マジであるぞ、これ。さあ、コウモリいっぱい出します。とりあえずいっぱい出します。とりあえずいっぱい出して、相手寝た？さあ、寝てはないか。で、ここでもしザップ耐えても、2周目コウモリ、こんにちは。オッケーオッケー。で、ファイスプレー削りながら。勝ったんじゃない？いや、さては勝った説あんな、これ。あっちー。やって、勝った時言うと負けるようになるんで、ヒールスピリットのマジ回復場所ね、ウォールブレイカーとアイゴレしかないんで、できるだけアイゴレ回復させてあげるっていうね。で、ウィザードはアイゴレ竹取ってボコします。よしよしよし。よしよしよし。いや、いいよ。あと問題620だ。620、世界で一番ね、遠い。マジで遠い。笑えんからね、これ。マジで。さあ、ってよ。ザップ使ってくる？早くザップ打ってこいよ。おい、ザップは？おい、ザップ打つの忘れとるぞ。打てよ、ザップ。フリーズかい。やばいやばい。危ない。来たんだよ、これ。あ、マジで来た。はい、正直ね、無理だと思いました、僕は。オーケー。というわけで、わかります？アイゴレ絶対必須だな。これ、アイゴレないと勝てないんですよ。マジで勝てない。だから、ちょっとね、いや、待って、マジでかい。一生でかっ。さあ、続きましょう。まあ、相手がね、ザップ持ってようが、ヤナメ持ってようが、何を持ってようが、とりあえず、コウモリ2周目、3周目がめっちゃ強いんでね、そこだけ意識していきましょう。ピギーって書いてんで、ね、ロイホグの可能性が高いですね。あー、もうペッカ交渉的なやつ？うー、なんで？ちょっと今、おかしい疑惑。さあ、いや、もう釣れ。マジでもう釣れ。あ、待って、やべ、竹が悪い。ミスって。わ、しかもザップ？ちょ、待って。やばい。なんかさ、ちょっときついんだけど。さあ、マスケでちょっとええ感じね。
ええ感じに耐えんかい。これもう一回欲しいな。さあヒースペちょっと回復しながら、あるんじゃない、あるんじゃない、ヒースピが。あー、いてー。さあ、いやー、ペッカ工場の、いてー。えぐすぎるな。マジやっちゃこれないか。ちょっとマジやっちゃがね。いや、だがしかし、入らねえのかい。いやー、これさ、なんか金掛けとしたいんだよね、ほんとは。あ、ディガーだ。いやー、ディガーはディガーで嫌だよな、マジ。さあ、まあでも、このダメージなら全然追いつけるな。アイスピ、まあ、あとウォールブレイカー単体で言っても結局入らないんで、アイゴルウォールブレイカー無限でいきましょう。いやー、これどっち削る、左だよな、さすがに左だよな。ペッカ裂いてほしいな、いっぱい。なんかペッカ裂いてくれた方が楽な、いい、また正解が違う。あ、これ緊急出します。よし、ナイス。で、コウモリ頑張ってくれて、もう一回ウォールブレイ、あー、これぐらい許容できるな。よしよし、これもう 1-0 プランですね。あ、僕1個られたらこれ負けるんだね。 1-0 です。 1-0 でいきたいんだけど、痛いって、受けるの大変なんだってこっちは。ちょっと待ってくれよ。さあ、どっちをどう守っていくんだい君って。で、あとはやっぱ高回転をもっとうまく生かさないといけないですね。ここで回るんで、このね、さあ2周目行こう。さあ、これに対してエレキと、まあまあまあ、いやでも全然ある、マジであるよ。ヒースピーあるんじゃん。いや、バルキリーがマジで、うわ、マジで、いえ、ちょっとチートチートチートそれマジでチートなんだけど、今の俺からしたら。いや、全然入んねえな。もうちょっと入ってくれてもいいんやけどな。こんな頑張ってんやけどな。相手がなんかペッカ系がないのがやばいよね。なんでないんや。もう。ペッカ系がいてくれるとさ、その瞬間がチャンスになるわけじゃん。うわ、うわい、なんであれ、ちょっと待って待って。いや、コウめっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる。めっちゃおるけど、めっちゃおるだけーって。さ、相手がもうめっちゃ待ってくるようになっちゃった。なんか戦い方。芋ってね、ひよってね、俺に対して。いや、待ってよ、どうすか、うわー、もう一回頑張れや。さあ、ちょっとコウモリ、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 コウモリ。いや、なんか全然俺に言うとさ、残ってねえんだよな。いや、ほんとここにコウモリ欲しいんだよ。いや、ヒースピー。ヒースピーさったら大事やな。いや、なんでめっちゃ入りそうなの入らんのね。入ってくれや。さあ、いや、いい感じね。いや、あるぞ。いや、待って、マジでバカ。あ、これやばい。いや、神の許容。神の許容して、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 ザップへやめてくれよ。いやー、こんだけ頑張っても無理なら無理だよな、俺。さあ、というわけで、死にそうです。これディガーが悪いですね。間違いなくディガーが悪い。すべての悪いのはこれディガーです。絶対ディガーが悪い。おーい、いや、チーターやなーこれこれ初めてゴルナイ見た人、これチートかと思うよこれ。やべえやこれ、くそまあまだ1-1っすね。さあ、5勝ぐらい行きたいんだけどな。なんか重量級よりもこっちの方が辛そうなマザーレク引いたら吐くんだよな、とりあえず。さあ、引きた、あー、俺の大事なハイスピーですな。待てや、おつけ。あれ、これウォールブレイカーか。いや、これは、いや、枯渇はマジであち。枯渇はガチであち。これだって、これがきちいでしょ。行ってこいよ。いや、このヒースピがね、マジで大事。さあ、一発一発一発ドスコイからのコウモリチクチク。オッケー。いや、これに関しては来たな。さすがに。いや、めっちゃいい。アイスピで削る。ウォールブレイカーで削りたいよ。いけるんじゃないのか。あつあつあつ、まああんま硬さい攻めはしたくないもんな。痛い痛い痛い、できるでこさえたい。オッケー、一発入るんでか。まあ顎で受けますか。バレバレなのかな、スケバレがいるとちょっとめんどいぐらい。さあ、でもね、この顎にウォールブレイカーつけるだけで相手はちょっとうざいんじゃない。もうマジでウォールブレイカーいっぱい投げてください。
アイゴロボルベーカーですね。いや、これさ、事故んねやな、さすがに。あとはコウモリが強えな。相手にあの、プリンセスいなかったら。いや、なんか後ろのさ、やつめっちゃ悪さしてね。後ろの、あの、緑の頭の、ね、君、君だよ。君が俺のコウモリとか全部やってたんだな。あべえ、ちょっと待ってよ。ダメな、プリンもキャンもいるもんな。これ多分硬さだけだと死にます。はい、なので逆算を視野に入れていかないといけないんですけど、アートエグいっすね。あとあのプリンセスを処理する方法がね、しかもスケなんだ。なんでだ、あれアウプリとかってスケじゃないよね。なんでスケなんだ、マジで世界で一番気になる。いや、そのマジ後ろからねユニット出す戦法マジでせこいと思うんだよね。さあ、ウッドか、ウッド使ってここの2周目行きたいな俺。うん、これっすね。あのスピケ溶けてくんねえのか。やべ、いや、できけけ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 け
ハゲる。いやマジでいろいろとつれマジでいろいろつれつれ、ただただつれ。マスケこれファイスピ内側にめり込ませて無理やり、え、なんでさ、あの俺の完封技があったと思うんだよ。いやでも今の俺ならいける、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 いける。やばい、LSP でさ、プリンの竹変えたらマジやばい。自殺か俺もしかして。いや、ずれてるな、あっちいな。しっかり落ち着いて、落ち着いて。早く早く、溶けたあれ。ナイス、ナイス、ナイス。行ってこい。しかも、ヒースピ添えて。あらあらあら。いや、飛んでくれ、一発奇跡。にゃあ。いや、マジ、LSP 系どうしような。よし。いやー、めっちゃいいコウモリしてる。よしよしよし。よしよし。頑張ってる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 。俺も。俺だって頑張ってる。今死にそうだけど。めっちゃ頑張ってる。頑張ったでしょ？これないかな？誰か。誰か頑張ったでしょ？ない？誰か頑張ったでしょ？くれないかな？いやー、このグッドゲームが一番つれ。いや、マジか。ウッドがねえから、もう、一生同裁もられたやっぱきつくない。これはもう、ほんと、あれっすね。ガチで、両裁削っときました。今のもう、両裁削ってたら、世界変わったと思うんですよ。そう、だから、マジで。片裁だけを削るっていう甘えたことをしてるから、さっきからピンチになってんだよ。やべえって、それ。いや、でも、コウモリ2周目いきます。はい、これ回復して、オッケー。まあ、やべえな。まあ、やばいんですけど、うちにはね、対空何枚あんのって、ね、こんなに空に対してね、対応できるカードあるデッキ、あんまないぞ。わかるか？な、全部弱えけど。全部弱えけどさ。うっ、いやー、今の入るのちげえよ。ルール違反。ちょっと待ってくれ。まあまあまあ、ラバルね。ラバルね。スケブの矢の雨ね。ちょっと空に強いじゃん。ちょっとだけね。さあ、そんなわけでどうしようかな、これ。矢の雨くんあるしね。スケブくんもあるんでね。まあ、オールブレイカーとりあえず飛ばしましょうか。はい。で、間違いないこれ2-1ですね。間違いない確定の2-1。まあ、これ何をガゴいねえからな。矢の雨くん。いや、いいのか。あっち、それはあっち。うちのコウモリ舐めんなよ。はい、これ回復して。あい、これ回復してほしかったー。やべ。やべ。終わる終わる終わる。いや、これもう捨ててもいいから、ぶっちゃけ。いや、捨てないんですよね、男は。男はね、捨てるっていう判断をしないんですよね。やべ。捨てようかな。ちょっと待てよ。いや。よいしょ。やべ。
いや別に、いやうまいぞ俺待って耐えたな。いやこれガゴがいんのか、コウモリじゃない、オールブレイク一旦捨て、何が来る、ファイボ、ファイボですって、あとはコウモリ大量生産、いやだな、ちょっと来る、来たら来たで、いやこれ爆破、待って爆破も入らんかったら熱くね、あ、熱いよね多分、一旦おる、一旦ちょっとコウモリムスを挟みながら、あとヤナメをね早く使ってほしいんだよな俺、全然使ってこんし、もう5打ってくる、あこれはさすがに嫌っすね、サクちゃん、サクちゃんちょっとやばい、あ待って俺あとスペあれ削りがねえからさ、正直絶対削れるわけじゃねえから、結構アイゴレ削る、アイゴレ、アイゴレのパフ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 、パフ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 届いて、マジで届いてくれ、やべやべマジでパフ届かんと終わる、やべやべマジ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 やべ、オッケーオッケー、エルスピエルスピナイス、よくやったよくやった、マジよくやった、お前は神、いやーエルスピなー、神だなあぶねえ、ふふ、いや全然でも今ピンチに変わりはないんだよね多分、押してる感めっちゃあるんだけどな、俺の方が、俺の方が絶対押してるよねこれ、誰がどう見ても押してると思うんだけど、どうファイボか、ファイボ使えてんだろ、あでもそれはファイボがおじいちゃんで、これガゴきます、ガゴ読みファイスピとアイスピ、どう、え、うまくね、うまっ、ちょっと待って自分でびっくりしちゃう、でここで攻めちゃうんですよね、でコウモリとか準備して、おっとで今ね使ったよね、さあまあスケルトン部隊とかもあるんでスピーケも大量投入で、ファイボもある、おっきょいける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 なんで入らんのね、もう一回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 、これね多分どんどんレッツゴー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 、やらめ回ってないよ、レッツゴー、オッケー、いやーうまっ、マジか、ちょっと待って、これはうまい、これはうまいよし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 、熱いな、 2-2 です、いやちょっとここでね勝ち切る、もう勝ち越して 3-2-5 よしレッツゴー、さあちょっと強そうな人来たな、いけ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 、もうゴリゴリね、ゴリゴリいきます、いやーいてー、もうザップ来たら結構なれるんだよな、これ。ザップ、やばくない？ヤナメだとさ、やっぱコウモリにね、アド取れるとかさ、あるじゃん。ザップですって。ザップだけはダメなんだよね。しかもゴボリか。なんだろうな。おー、いやー、まあ、なんだろう、まあ、ロイリー、ロイかバルーンの二択なんだよね、この時点で。うわ。終了のお知らせ。終了のお知らせですか、これもしかして、これあの多分守れないんで、そうですね、おとなしく守らないっていう判断をして、あのもう2-1交換みたいな感じで、考えた方がいいっすね、守れないんでこれ、だってこれ守れる、やばいやばい、待って待って、ちょっとちょっとおつけって、お汗になって対戦相手も本当によ、よし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 、いやまあまあまあ耐えればいいよ、コウモリにゃーこれ無理じゃね、ちょっと待ってよ、これこれ一回冷静になってみ、みんなこれ多分無理だよ、いや無理と思うから無理なんだ、相手はねコウモリがきちいとか思ったらザップある、やべやべ、最後でオールブレイクコウモリまで行くんですね、でヒースピまで行くんですよ、これだ、いや熱い熱い熱い、マジである、マジ熱い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 、で問題はこのこいつよ、いやー化け物だなこれ、どうとかつ、あのまあスピケをこの両タワーが殴るぐらいのタイミングで使いながら、できるだけタワーに攻撃してもらって、あのだからランバーとかマジ相手にしてる場合じゃないんだよね、待って、なんか重い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 し、なんかで頑張ってスケコウモリでね、あの行かれるんだけど溶かします、行かれるけど OK、 いや耐えた、いやこれ2-1プランさ、もう一回 LJ が来なかったらみたいなとこない、来るよな全部これ待ってよ、公開処刑じゃねえかこれ、無理やねえか、待ってくれ、しかもまさみくんもちゃんといるなって、しかもなんでザップやない、これザップじゃなかったら結構あった説ないなんかな、マジで解けねえ解けねえ解けねえ、俺の全力を注ぐ、無理ですよね、知ってた、うん知ってたよ、俺は知ってたけどね、
いやー、マジか。普通に2勝とかで終わっちゃったね。いやー、むずいわ。ちょっとやってみて。マジで、もうちょっといけると思ったんだよ。多分、エレジャイを引いた俺が悪いんだけど、これ。対戦相手のデッキ次第では、多分もうちょっと勝てると思うんだよね。まあ、というわけで、ちょっとまたリベンジさせてください。まあ、いつかね、鏡入れて平均 1.3 とかも。1.3 無理だな。まあでも逆にウォールブレイカーでめっちゃ攻めれるかなみたいなとこも、まあないことはなそうなんで、ちょっとまたやります。皆さんもぜひやってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、青塚ちゃんでした。またね。